ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ボンドカーズ浦和店ツッキーです。今回ご紹介させていただくお車がポルシェカイエンターボ2019年式4700キロ、こちらの車両になります。はい、車両紹介の前に月村さん、花粉症大丈夫ですか？大丈夫です。薬で本当ですか？強制的に抑えてます。僕薬がもう効かない。突破してきてるね。突破してきても若干鼻声なんですけど、はい、喉もちょっとおかしくなってるんですけど、はい、頑張っていきます。お届けしたいと思います。はい、そしてポルシェなんですけど、なんか月村さんと紹介する機会多くないですか？そうですね。憧れのいつか乗りたいと思ってるメーカーなので、はい。で今回ご紹介させていただくのが、ターボということでちょっといろいろ見どころもあると思いますんで。そうですね。まずはこのボディカラーですね。クォーサイトグレーメタリック。ちょっと思い入れがあって、20代の頃 EF シビック、はい、通称ワンダーシビックと呼ばれてるやつに乗った時に買った色がこんなような色で。こんな感じの色なんですか？はい、あ、確かにあったかもしれないですね。グランドシビックの SI ね、はいはい、マニュアルであったかもしれないですね。若くて元気だった頃に。はい、そこから考えるとちょっと レーシーなというかそう、でも色を見た時に、あ、昔のあのシビックに似てんなと思って、まあ全然違うんですけどね。はい、余談です。はい、すいません。で結構黒白定番ですけど、うん、グレーやっぱりかっこいいっすね。かっこいい。だクォーツだから水晶とか石英とかその辺のなんか鉱石のなんか系のメタリックなんですかね、うん、かなり細かいメタリックで、そしてバンパーもターボですからかっこいい。そうですね、ダクトも大きくてかっこいいですよね、ターボだと、うん。でこの一番高いヘッドライトがついてて、あとはもう横行きましょうか。そうですね、ちょっとこの車両移動で僕気利かせて、ボンドスタイルにしておきました、車高は。ありがとうございます。はい、これが一応エアサスで一番下がってる状態で、でホイールとやってまいりました。テックアウトのフォーミュラー5、はい、もともとノーマル純正で在庫してたお車なんですけど、今回、たまたまハマる車ホイールがあったということで、お値段据え置きで、カスタム据え置きなんですか？据え置きでめちゃめちゃお得じゃないですか。カスタムさせていただきました。はい、まあでも逆に純正がいいやっていう人がいれば、おっしゃっていただければ、そのあたりはうまく、なるほど、対応させていただきます。ようこそなんてことで、はいはい、お値段据え置きでテックアウトはめました、はい、ちょっとやらせっぽいやり取りになっちゃいましたけど、はい、でもこれ買ったら結構しますからね。いや、そうですね、はい。でいいのがこうテックアウトのホイールって基本的に純正のその機能を損なわないような設計なんで、純正サイズなんですよね、285-35-22。だから22インチ装着の車両であればそのままタイヤが使い回せると。はい、そして今回スペーサーもしっかり入って、もうツラツラに。そうですね、当てます。ボンドスタイルですね、この辺りは。もうなんかでも詳しくない人が見たら、あれ一見純正かなみたいな。そうですね、その佇まいがいいです。このボディカラーにもマッチしてる。合ってるんですよね、本当に。はい、この天面のダイヤモンドカットとこの側面のグレーがボディカラーにマッチしてて、ドンピシャハマってる感じですよね。はい、そしてなんといってもポルシェといえばブレーキですよ。はい、このどでかいテンポットのブレーキ、これ確かアケボの製なんですよね。うんうん。でカイエンだけじゃなくて結構いろんなフライングスパーとか、あとウルスなんかもこのブレーキじゃなかったでしたっけ。でかいがついてる。このディスクもピッカピカなんですよね。ピカピカですね。これが PSCB とかって言って、なんか普通のスチールローターじゃないなんかコーティングがしてあるローターらしいです。でそれでなんか寿命も 30% ぐらい伸びてるらしいですよ。さすがポルシェ、やっぱり止まることにはちゃんと。そうですね、お金かける。あれ宇宙1って言われるの何でしたっけ。 GT3 でしたっけ、うん、GT2? GT3 だっけ。ポルシェ全般、はい、ポルシェ詳しいカメラマン曰く、はい、うん、ポルシェのブレーキは宇宙1効くブレーキなんで、うん、まあカイエンターボも例に漏れることなく強烈なブレーキ入ってると、はい。であとはブラックのエクステリアにしてあって、はい、テールレンズもティントの。なるほど、はい、じゃあ結構黒で統一されてる感じなんですか。そうですね、テールもこのカイエンになってようやくポルシェのこう他の車種とようやく統一されたなっていうか。わかります。ずっとなんかこうポルシェカイエンのテールとか、まあ、パナメーラもそうなんですけど、個人的になんかやぼったくて、他のこう彼らなんかとやっぱ全然違う感じでっていうのが、この、まあ、パナメーラもそうですけど、この世代になってようやく統一されたっていうか。
ハマった感じ。わかりますよ、うん、はい、欲しがたい好みに分かれるレールでしたけど、ようやくなんかこうポルシェのテールが全部彼らとずっとこう血筋がこう整ったっていうか、でめちゃめちゃスタイリッシュになりましたね。かっこいい、うん、レンズの中の衣装も若干こうヘッドライト の, あの4点の LED にちょっとこう、うん、共通性を持たせたようなテールでかっこいいですよね。であとはこれですよね、 SUV でこのなかなかついてない電動の上がるこのウイング、ウイングというべきかルーフスポイラーというべきか、これもやっぱりいるのかいらないのかって言ったらいるんですよね。いりますいるんですよね。だってこれ知ってます、あの普通にスピード出したらこう上がるのもそうなんですけど、170キロ以上からフルブレーキするとあのエアブレーキ的にそうさらに上がってエアブレーキとしても使うらしいですよ、うん、そんな SF やりますだからもう SF の形してるけどスポーツカーなんですよね、うん、だからその点やっぱりポルシェと、さすがでございます、はい、そしてマフラーはスポーツエキゾーストとこの黒いテールが、今回なんか本当に統一感がありますね、うん、外装たたずまいはかっこいい、もうこのまま乗ってもいいし、このまま乗ってもいいし、はい、もう一手間かけてもいい、そうですね、はい、やっぱり最高なんですよポルシェは、うん、まあ唯一サンルーフがこの車ないので、今回の車はないんですね、はい、その辺はじゃあちょっと好みの、その点はまあどう捉えるか、まあ、ない方がいいって方もいらっしゃいますからね。そうですね、はい、ただそれを除けばもうほぼ完璧な、そうですね、で必要最低限、まあ、もプラスアルファでオプションもついてるので、うん、でさらに今回お値段据え置きでお値段据え置きで強調しますね、テックアウト入れさせていただきましたので、はいはい、こんな外装になってます、はいはい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、行きましょうか、はい、まあ、これもコンフォートアクセスではないのか、これはエントリー&ドライブなので、まあ、鍵を持ってればもう当然ですよね、はい、そして待ってください月村さん、この車ソフトクローズもなんとついてるってことで、ね、いやーもうさすがです、はい、バーンといかなくてもお上品に、もうちょっとですよ、そうですね、結構女性の方とか、うん、あとお子さんとかやっぱりハンドアイにならないんでかなり便利に使えますよ。ちょっとお子さんってこのグリップのハンドルの時にお子さんの乗り降りするの見ててこう背低いじゃない、で、まあ、昔国産にあったこう下から入れるレバーだとクッて開けられるんだけど、はい、こうちょっと握って上げる、少し上に上げる感じに感じちゃうんでお子さんだと、なので結構開けるのにどうなのかっていうのも感じてたんだけど、ただこれはまあ閉めるときも閉めやすいんで、そうですね、もういいお上品、これ重要ですよね、うん、いいですね。じゃあ続いて中を見てみましょう、はい、中がまたかっこいいんですよこれ、クレヨンの内装ちょっと気使いそうですけどそうですね、高級感とおしゃれさはかなりレベルが高いんじゃないでしょうか、はい、Gパンで乗り降りする方はまあ雨に手入れしていただいて、ね、はい、今いいあのレザーのメンテナンス代も出てますからね、はい、ちょっと気使いそうですけど、おしゃれさはもう抜群なシートが、でシートが18ウェイのもう本当にきめ細やかに調整できるタイプのシート、この辺がついてて、あとはドアから拾っていきましょうか、ドアも高級感すごいっすよ、ウルレザーで本当に全部レザーで上も真ん中も、はい、これもこう黒じゃないんですよね、ちょっとダークブルー、ダークブルーみたいな、そしてこのパネル類はアルミのヘアライン、ヘアライン入ってるタイプですかね、はい、ですごいと思うのはこのドアポケットの中とかも全部レザーなんですよ、うん、これなかなかここまでやってある SUV ってないですよね、うん、本当にベントレーとかああいうレベルじゃないですか、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います、よいしょ、内装はちょっと暗いかな、こんな感じです、スポーツクロノパッケージがついてるってことでモード切り替えのダイヤルとこのセンターにこんな感じでついてます、やっぱりレザーいいっすね、うん、ちょっと高級感がかなりいい感じです、でそのままルーフのトリムが、はい、アルカンターラ同じ
カラーでグラファイトブルーなのかな、これも。あ、これ黒じゃないんですか。黒じゃない。あ、違うんですね。確かに。いや、いつもなんかこうサンルーフついてる車多いんで、ないとなかったらこのスウェード調の面積が広いんで高級感がすごいです、うん、こんな感じになっております。で、いいのはこのバイザーとかも全部このスウェード調なんですよ、うん、結構ここだけプラスチックのとかあるじゃないですか。そうですね。で、しかもちゃんと2枚あるという、はい、だからスポーツカーとか言っときながらちゃんと高級車のような佇まいっていう、うん、いや、もうさすがです。そして定番のこの枠のないミラーだったりだとか、あとポルシェといえばこの5連のメーターちょっとオンにしましょうか。これも視認性いいっすよね。両サイドがこのインフォメーション出せるタイプですね。こんな感じになっております。で、ナビが12インチ。この使い方に関しては、うん、僕ちょっとカイエンクーペその制作シリーズでいろいろこう触らせてもらったんですけど、まあ、使いづらくはないんですけど、何かとちょっとワンクッション必要かなっていう気はしました、うん、ちょっと慣れがね、はい、1個奥にいろいろあるので、そうそう、だ使いづらくはないんですけど、うん、何か例えばその車高いじるにしてもこう1回この画面開かないと、うん、見た目の入り口はすっきりしてるんだけど操作しようとすると1つ奥に、そうなんですよね、行かないとっていうのはまあ一手間あるけどね。車高を上げたり下げたりとか、うん、アイドリングストップとか。個人的にはこのタッチパネルは嫌です。いや、でもそこは正直レビューできました、はい、だ僕ちょっと慣れが必要かな。車に関しては物理スイッチの方が圧倒的に個人的にはいいと。僕もこの車高の上げ下げとかアイドリングストップとかは物理キーで出してると置いてほしかったなっていう気がしました、うん、だこんなナビゲーションで。ただ決して使いづらくはないですよね、ナビなんかも。まあ、時代ですね、はい、この辺は今軽自動車でさえタッチパネルだもんね。そうですね、はい、まあ、皆さん受け入れられるんじゃないでしょうか。そしてこの辺エアコン関係と、あとシートヒーターが今回、あ、ベンチレーションも、あ、ベンチレーションはないんですね。なしです、はい、シートヒーターはついてると、はい、そしてどこ見ましょうか、まあ、この辺は恒例になるんですけど灰皿ないんで小物入れとドリンクホルダーとアームレスト、はい、いや、この辺の高級感もいいっすね、うん、ちょっとネイビーいいっすね、うん、おしゃれです。いいネイビーですよね、はい、こうグレーとネイビーの間ぐらい、こんな感じで。そしてシートはもう18ウェイですから、先ほどもちょっと触れましたけど、もうガチガチにホールドさせることもできるし、うん、ゆったりっていう設定もできちゃうと、はい、最高です。 あとスポーツコロナパッケージついてると0-100がちょっとだけ早いんですよ、うんうん、ほんま2秒ぐらい早いんですよ。このモード切り替えと、まあまあね、多分このスタートダッシュのこのボタンが使えるんで、はい、多分その辺の関係じゃないでしょうか。こんな感じのインテリアになってます。ドアシルもこれ、あ、そうか、ドアシルこれ、うん、これも光るやつオプションなんですよ。なるほど、みたいです。みたいです。みたいです。ダメです、はいはい、そうですね、これもオプションのしっかりついてる、はい、まあ、ちょっと今分かりづらいですけどね、こんな感じでさりげなく主張する感じで。そうですね、ターボ、はい、あとこれパワーステップガラスもついてるんですよね。ちょっとそれは乗ってみましょう、はい、では後ろの席、はい、ちょっと見てみたいと思います。オプションのプライバシー、オプションなんですよね、プライバシーガラス、なるほどですね。よいしょ、後ろも、あ、その辺はでも付き合うさ、こっちのカメラ撮るから大丈夫ですよ。じゃあ乗っちゃいますね。初デビューなんで、はい、でどっちかというと取られてる方を気にしてください。後席もヘッドレストにエンボス、はい、あ、それもオプションなんですよね。入ってますね、はい、だなんか今回外装も内装もおしゃれさを忘れてないですよね、うん、で後ろの居住性はどんな感じですか。僕が乗ってちょっと足の短いボックスセッティングしましょうか。そうっすね、はい、僕がちょうどいいのが、はい、このぐらいです。そうすると、はい、173センチの私で拳2個弱ぐらいは結構ゆったりですね。ゆったりで、後ろの装備としてはシートヒーターも強中弱と3段階でついてますね。頭も
拳2個ちょっとぐらいあるんで、まあ、僕びっくりしたのはクーペはその乗らせてもらったんですけど、これ初めてこう、うん、SUV 系普通の SUV のやつ乗ったんですけど、後ろの居住性全然違いますね、うん、このスラントがねスーッと落ちてるから、ね、かっこいいんだけど実で行くとこっちなのかなって。そうですね、実用性で言ったら全然こっちですね、うん、後ろが全然広い。そして後ろもやっぱりトリムは同じようにアルカンタラかっこいい、いい色ですね。アームレストとか座面の柔らかさとかはどうですか。硬さはもうちょうどいいで、ここの意外にはこの若干なサポートが程よい、まあ、がっちりホールドする車じゃないですけどね。ただ後ろの席にしては結構ホールド高いですよね、うん、高いホールド性が。でアームレストにはドリンクホルダーがついてるとね。でこれはチャイルドシート、アイソフィックスですか。アイソフィックスもしっかりついてると、ついてるということで。よいしょ。はい、じゃあ280キロぐらい出るファミリーカーということで。そうですね、最後です。はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。はい、この一本ラインがいいですね。いいですね。ちょっと点灯も後で見てみましょう。はい、かっこいい。そして当然のパワーテールゲートで。はい。でトランクももう当然クーペより広いですし、うん、あと先代から比べても結構広くなってるんですよね。でも使い勝手がもう格段に良くなってる。ああ、その辺もありがたいですね。クーペもね。意外にここね、はい、傷になっちゃいますもんね。傷ついてる車多いですからね。プロテクションを貼るか、はい、まあ、そういうものを使ってもらうといいんじゃないでしょうか、うん、これあるだけでだいぶ上げ下ろしが、いや本当っすよね、気使わないで済むっていうか、はい、うっかりこれの上にどんどんと置いちゃって、あ出せないってやつか、あれっつって出したいけど先にベロ出したいんだけどみたいな、はい、その辺うまく考えていただいてこの辺が、まあ、これ一応でもマジックテープ、うん、あれですよね、タイヤの、まあこれはこの埋まってますからね。で下も結構容量があるんですよね。はい、はい、こんな感じでボースなホイールのロックナットのキーとか、うん、ファンク修理キットとかその辺がもろもろ入ってると、うん、そして車高の上げ下げもできるんですよ ね、 ね、はい、いやだからもう本当に高級車ですよ、うん、はい、お下がる下がる。いやこのトランク上げ下げの機能あるじゃないですか、これそんなに使うと思ってたんですよ、うん、で昨日あのディフェンダーあの撮影でちょっと使ったんですけど、うん、必要です、うん、絶対必要あると便利だ、こんな機能もついてると、うん、ちょっと今エアがたまらないと、あでも上がってますか、ね、エアがたまってございません。いや上げるってことしないじゃないですか。そうだね、うん、基本的に積むときに下げてあと走り出せば風に上がるんで。上がりました、上げてね、はい、こんな機能もついてます。もちろんこうこのカバーはいついてますね。これはさすがにレザーとかじゃないですか。ここはさすがにね。で424分割になるのかな。そうですね、ちょっと倒してみます。倒しますか、はい。しっかり、あしかもこれガチャってなるタイプじゃないですか。んこれ下横です。これが真ん中なので、でこれがこっちかですね。ガチャってロックサイド、いいですね、うん、でゲートも今回これ中途半端な位置になってますけど、高さ調整できるんですよね、うん、今回ちょっと多分高さの都合で低めになってるんじゃないでしょうか。微妙な音鳴るんすねピーポーって、初めて知りました。そうすると次からはまあ2の位置でセットできるってことですよね。要はだから駐車場でこう上がりすぎて上当たることなく、うん、先に設定しておいてもらえば大丈夫、うん、まあ、これが今全開状態、はいね、こんな機能もしっかりついてる、うん、前のお客様でちょっと背が低い奥様が届かないって、あ
そっか、逆に上当たる当たらないとかじゃなくて手の届く範囲に、そう、ちょっと背低いともう届かないんで。確かにそうですね。そういう時はこの辺で。うちなんか逆に子供が押したがるからもう開けとかないと、はい、いたずらしたらやりたいですけど、はい、確かにそういう使い方もあります、うん、じゃあ続いてボンネットエンジンルーム見てみたいと思います、はい、もう当然全部アルミなんですよね。フードもそうだし、うん、なんかフレームもなんか 47% ぐらいアルミなんですよ、ね、うん、アルミをもうめちゃめちゃ多用してるという。でエンジンが V8.4L 550馬力でしたっけ。550馬力ですね、はい、なんか可変ターボなんですよねこれ、うん、低速から高速までこう使えるというかパワーが出せると。なんか僕その機能気になって昨日調べたら、なんかそのタービンのブレードにこう当たる風をなんかこう調整するようになってるらしいですよ、角度を。だから高速で回すときはこうブレードにこう角度つけないでこう当てて当たるよ、うん、低速のときはこう角度つけて当たるようにする、うん、どういう角度、どこの動作で角度をつけてんだろう。なんかこうブレードの外側にこうフィンがこう5個ぐらいついてて、うん、それがこう引っ張られると全部がこう、こう動くようになってるみたいです。ありがとうございます。でもう加速はもうバキュンですから、うん、はい、ちょっと乗ってみましょうこれは。そうですね、はい、じゃあ続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。サポート系も充実してるんですよね。そうだね。あ、出た出た、はい、車でかいからこの辺あるとありがたいですよね、うん、パノラマついててサイドもついてて、こんな感じで、ね、だってこれカイエンのホームページ月村さん見ました？んスポーツカートゥギャザーって書いてあるんですよもうスポーツカーなんですよ。ああ SUV の形してるけどスポーツカーなんです。まあそうだよね。でも実際だって今マカンとカイエンでポルシェの販売してる車両のうち 70% を占めてるんですよね、うん、まあ屋台骨だよね。まあこれがないと彼ら作れないし GT3 も作れないよね。そうですね。ああこれでこう経営を支えて、ああ狂った車を作る。そうだね、うん、じゃあこれがなんかこうユーザーに媚びて売れる車を作ってるかっていうとそうじゃなくて、これもこれでしっかりちゃんとポルシェなんですよね。そうだね。ちゃんとこうポリシーをはもう貫いてる感じですね。その辺すごいっすよね、本当ね。だからよどれも乗れはポルシェなんだよね。そうなんですよね、うん、だから高級感は本当にびっくりですよ、うん、カイエンクーペの時もそうでしたけど、すごい外出すとなおいいですね、うん、このネイビーのこの天井と。いいよね、いいよ、うん、あとさっき言ってましたけどこの透けちゃってるのがちょっと、うんベンチレーションが若干こう、そうね、はい、こうねシルエットで、そうですね、あ、これはついてないんだみたいなのがね、うん、ちょっと待ちましょう。これちょっと付けさせないようにしてほしかったです、ね、そうね。あとこのグローブボックスのこの蓋までちゃんと全部レザーなんですよ、うん、付けるの。いや快適です。機
ブレーキめっちゃ効きますよね。慣れないと本当にガガン。いや本当っすよね。いやでも最高速286キロでしたっけ。そりゃこのブレーキになるわと思いました。よいしょ。では行きましょう。そう。燃費は正直良くないですよね。まあそうだろうね、うん、まあでもこの何ていうんですか、車重とこの走りを車走りをする車にしてはって感じなんですか、うんうん、まあでも燃費気にして変えたほうが人いないですよ。まあそうだね。いやもう最高です。でもちゃんとこのポルシェのインテリアでこのポルシェの走りなのにシートはちゃんとあれなんですよね、なんですか、いわゆるこう寝っ転がる感じのポジションじゃないじゃないですか、うんうん、普通のこう SUV の割とこう垂直に近い座り心地で、でパワーステアリングアシストプラスは60キロまででしたっけ。60キロまでかな。そうですね、60キロまでアシスト量がちょっと増えて軽くなるんですよね、うん、ここはでも標準でボタンでオンオフにしてほしかったっす。そうね、はい、でもなんか後付けもできるんですよね、うん、結局コーディングでやるやらないで、あんまり気にして乗ったことなかったんですけど結構あると違います、うん、まさにこういうちょっと U ターンの時とか、そうだね、うん、切り返しの時なんかは結構サポート量が増えて軽いといいかもしれないです。そしてもうカイエンターボはデングストップオフスタートにしてほしいです、うん、そうね、はい、デフォルト状態がオフにしてほしいよね。かメモリーしてほしくないですか、うんうん、そうだね、メモリーにしてほしいよね。あれこれスポーツパーソンにすると自動的にオフなんですよね、うんうん、ちょっとじゃあスポーツぐらいからいきますか。スポ液オンで、はい、車高低く、うん、足回りはちょっと固めで、うん、ちゃんとあのカイエンターボの本領発揮のレビューでお願いしますね。はい、はい、280キロ巡航で埼玉アウトバーンドお願いします。じゃあ今回は高速に乗ってちょっとやっぱりこの車は高速乗らないと、そうですね、できればアウトバーンですけど、うん、はい、ここはもう超余裕じゃないですか。トルク全然余裕、よいしょっていうのないですよ、うん、踏んだ瞬間から、うわーおー早い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 。いや、カイエンクーペ結構乗ったんで、うん、もう別にリアクション取れないなと思ったんですけどリアクション取れますね。何度乗っても何度乗っても早いもん。早い、はい、早い、くわーって。いや、なかなかこのボディっていうかこのボディサイズでこうシートにこう背中を押し付けられる感覚ってないですよね、うん、正直ちょっとロードノイズも315ですから。そうだね、若干ありますけどね。ただこの抜群の直進安定性、助手席でも分かるこの直進安定性ですよ、うん、気持ちいいですね。いや、そうなんですよ、気持ちいいんですよね、運転してて、うん、ちゃんと移動が楽しめますよね。こっからちょっとぐーっと R のきついループの、はい、5号のこのヨノのカーブのところちょっと前と車高を低くしてスポーツのこれでオンザレールで行けるのかどうか、少し車間を空けて、はい、詰まっちゃうからね。そうですね、今ちょうどカーブに、はい、うわ、いや結構こう横 G かかりますけど、うん、シートがもう超優秀、うん、粘る。これちょっとみんな乗った方がいいですね、やっぱり、うん、最高です。もうシートがいいんですよ、ポルシェ。このちゃんと膝の下も伸ばせて、ね、はい、ね、本当にこう細かく、いやいや、本当っすよね、調整ができるので。結構この背中の押し出しがちょっとこう、うん、きつくてこうあるじゃないですか、うんうん、リラックスできない、うん、
そういうのも全部細かく調整できますか。こういう段差もまあまあ普通になすし。そうですね、うん、いやだから本当は SUV の挙動じゃないんですよね、うん、だ視点はちゃんとその高くて、うん、もうシートポジションとか SUV なんですけど、車の動きとかこの出足とかもブレーキのこの効き具合とかもう SUV の、ね、今普通にイメージしてる SUV じゃないんですよ、うん、もう異常なぐらいブレーキ効くし、加速もこのコーナリングも、だってこれなんかあれなんですよね、 MLB とかっていうアウディのプラットフォームを使ってるんですけど、うんうん、カイエンはカイエンでなんかホイールベースちょっと縮めてるんですよ、うんうん、なんかアウディの A8765 ぐらいのプラットフォーム、全然怖くない。いやマジオンザレールですよ。だ結構ウルスとかトゥアレクとかとも共通のプラットフォーム、 MLB エボって言ったかならしいですけど、ちゃんと開演用にチューニングされてるって、うん、上り坂ももう余裕ですよね。余裕です。ほぼ踏んでないに等しいぐらいにしか踏んでないからね。このどでかいこの車重の車がこの加速していくんですよ、うんうん、こういうきつめの上り坂もよし頑張れっていう感じしないですよ、うんうん、うわ最高です。登ってっちゃうもんね。もうひとたびこうちょっとアクセル深めに踏めばアドレナリンがこうドバドバ出る感じで、うん、いいな。いやこの走りをできる、ちょっと言ったらあれですけど、国産だとこの走りできる SUV ってないと思うんですよ、うん、むしろ欧州車でも本当に限られた車だけじゃないですか、ね、これガツンとブレーキをこの挙動ですよ、すごくないですか。しっかり踏んで大丈夫ですか。後ろルーフスポイラー出なかったですか。どうだろうね。170キロです。よしよしよ、早い早いです。まあそりゃそうです、0、100だって 3.9 秒ですから、午後制限速度なんて言ったらわずか1秒ぐらいですよ。そうですね、やっぱりアウトバウンですよ、まあ、そういうのをこう出さないにしても、はい、そういうちゃんとゆとりがあるっていうのはこの車のキャパシティとしてはこう運転してて疲れないっていうか、目いっぱい引き出されることはねないにしても、ただそのゆったりしたキャパシティの中で運転できるというのはこう安心にもつながるし、いやだから極端な話、こういうパワーのある車で高速乗るのと軽自動車で同じ速度で高速乗るので、うん、こう違う、うん、そういうことと一緒じゃないですか、うんうん、やっぱり疲れないし、うん、楽ですよね、楽でゆとりも持てるし、でちょっと追い越したい時とかの力とかって意外にストレスだからね、ないと、はいはいはい、そうですね、合流のタイミングかとか、確かに、だから使う使わない関係ないんですよ、うん、いやいいな、そしてかっこいいね、かっこいい、かっこよくなりましたよね本当に E3 で、うん、仙台は仙台かっこいいですけど、なんかまた別のちょっと次元というか、うん、なったなって。でも速度感覚バグりますよねこの車、うん、全然出してる感ないですよ、安定しすぎて、で目線も高いからね、余計スピード感もないし、あそうですね、そうですね、うん、地面に近い方がちょっと速度感ありますよね、うん、いやだから本当これ気をつけないと捕まりますよこれ、本当そうだね。いやでもちょっとドイツとか行ってアウトバーンとかでこの車の限界を知りたいです。うん、本当だね。まあ結局なんかこうターボなんか必要ないよっていうことじゃなくて、ターボのゆとりで運転できるっていうことだよね、もういやいやターボなんか持ってても使うとこないしって、まあ確かにそのおっしゃる通りなんだけどもみたいなところだよね。でもターボのこのゆったりとしたゆとりの中で運転ができるっていうのは安心安全につながる感じだよね。いやそこ大事ですよ、うん、
そこ大事だし、後でどうこうできないじゃないですか。そうだね、うん、もうだから本当にポルシェいろいろグレードもあるしオプションもいろいろあるから本当に自分に合うのをこう合わせて買えばいいんですけど、うん、やっぱりターボはターボの良さありますよ。伊達にこういう車を作ってこないよね、やっぱり ね。ただもうちょっといろいろ標準装備にしてほしかったです思いません？だって一番ベースグレードの約倍ですよ。そうですね、これね、本当ね、中古車をこう探す、仕入れる側からすると本当に大変。まあ新車買う人はね、まあいろいろ選べるだろうけど、中古でこう買う人はもう、だから仕入れる側も大変だし、お客さんも大変ですよね。そう、仕入れる側も本当にあれついてないのみたいな、え、これ2000万だよねこの車みたいな、本当ですね、ありますからね、本当にその辺は。でもうちの場合はある程度こう厳選してこうビッグオプションの車は買わないじゃないですか、うん、基本。え、これないのっていう。でも市場には結構そういうのあるから本当によく見て買わないと、ちょっとこの車なのにこのオプションなんかみたいな。レンジもそうですよね、うん、うわー早い。結論いいですか。はい、最高です。最高ですね100点です。いいなぁ。いいですよね、やっぱり1000万超えるとやっぱり悪い車ないっす。あとは逆にさっきのそのオプションの話じゃないですけど、条件つけて車を探したりもできるわけですよね。そうですね、はい、もうなので本当にポルシェを買うときとか探すときは、まあ、最低限これとこれはついてないとなっていうところがないをもう一つのハードルにして探させていただくみたいなしないと。あとは逆にその初めて例えば買うとかオプションどれがついてたらいいのか分かんないなっていう時は、うん、相談してもらえば、うん、そうですね、このパッケージついてた方がいいですよとか、うん、使い勝手いいですよなんてアドバイスもできるわけです。個人的にはあのパワーシートとかは僕いらないんですよ、はい、邪魔くさいんで、あの、はい、チンタラチンタラ動くのが。レバーそれはミニでもう調教されてるんですよ。そうそうそう、もうレバーでささっとこうはい、分かります。でほど、まあ、まあ最低限のサポートのちょこっと調整がつけばいいので、はい、ただ、まあ、フルエンドがいいって人にはそういうのもあるし、そうです、そういうのもこう ある方がいい、なくてもいい、あった方がいい、なきゃ嫌だとかいろいろあるんでね、その辺こう打ち合わせしながら探したりっていうこともできるし、ボディカラーなんかも言っていただければ、うん、でも在庫であるやつはもう厳選してますから。そうですね、はい、できるだけオールマイティ、もう本当ポルチェに関してはもうできるだけオプションがこうちゃんとしっかりついてる車っていうことで探しているので。オークションとかでもあの出品表が全てじゃないじゃないですか、うん、だから現車確認が必要だし、ついてるついてない、毎週オークション会場にはスタッフが足を運んで現車を確認して、うん、雨の日も雪の日も雨の日の雪の日も僕も行きました。いやでもこれは確認しないと買えないですよ、うん、で現車確認してこれついてますこれついてませんっていうのを確認して、車の状態どうですっていうのを確認して、まあ、このちなみにこの車もそうですけどね、そうやって仕入れをしてきてるので安心して乗っていただける車ですね。はい、それじゃあ最後になりますけれども、裏店の方でも買い取り絶賛強化中ということで。もちろんです、はい、買い取り絶賛強化中ですので、もう国産とか輸入車とか問わず、あ、ボンドさんでちょっと車いくらか聞いてみようっていうんで全然構わないのでお問い合わせください。お願いします。お気軽にボンド裏アテンまでお問い合わせください。というわけでご紹介させていただいたお車の詳細は動画の説明欄の方にもありますのでぜひご確認ください。ボンドチャンネル、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。